師匠なんでそんなやる気ない感じやねん。わかるじゃないですか師匠、そうこういう時の弟子がこういうテンションの時は、うん、最近お決まりじゃないですか。あのお方やな。はい、お願いします。ドン、石川由美様。はい、まあ要するに、はい、これさ、この話題さ、もうなんかちょっとぼやかしてもな、結局な広告使えへんねん。何回か試してみたけどだからもうまた広告使えへんと思うねんか、うん、何もぼやかしても、うん、だからはっきり言うわ、うん、全部あーみんなが待ってるやつね。ぼやかしても広告使えへんやったらもうはっきり言った方がマシやんか、うん、だから言うけど、うん、まあ榊英雄監督の件やと、うん、行為をした件や石川由美様がな、うん、それに対して石川由美様は被害者ぞらしてると、うん、他に被害者いるし私も被害者ですと混同してさ、うん、まあ、俺は混同やと思うねんな、うん、てか混同やんけ、そのいろ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 なケースはあるにせよさ、それぞれのケースはそれぞれのケースなわけやん、そこなんかごっちゃにしたんかよな。あくまでもこの人は自分のことだけを語るべきなんやけど、なんか他の人と他のそういうことされた人と混同して私もだからいわゆる MeToo やわな、なんこと言ってんねんけどよ、被害者ぞらやわなのことについて、その榊英雄監督の妻泉さんって読むんや、わって書いて泉さんって読むんやな、和風の和って書いて、ほんでさ、俺ちょっと記事読んだんやけど、この人の歌知ってるわ。めっちゃ昔になんかデビューしてちょっとだけ注目されてたんや、この人。なんか泉っていう、なんたら泉っていう名前やったと思うんやけど、その時は。まあそれは置いといて、あ、なんか、あ、この人知ってる人やと思ってさ、知ってるって別に知り合いじゃないで。なんか昔デビューしてたわ、そういえばっていう、思い出したっていう。それはええねんけども、その人がなんか謝ったやな。うちの夫がなんかしましてみたいな感じで、うん、でまあちょっともう夫婦関係にけじめをつけようかなと、離婚しようかなというのも匂わしたと、うん、で自身の楽曲「失格」っていう歌、この「失格」っていう歌を、ああそういえばなんかいたいたみたいな、そういう歌歌ってる人いたみたいな感じで思い出したけど、これは覚えてるわ、多分その失格かどうか分からへんけど、多分その俺が思う失格って歌やと思うねんけどな、泉っていう名前やったと思うわその人は。んで、うん、まあ榊英雄が心や体を傷つけてしまった女性の皆様に謝らせてください、本当にすみませんでしたっていうことに関して、関して石川由美様が何や言ってると、告発された多くが犯罪行為だという認識はあるのだろうかってちょっと呆れてんねんな、その奥様がその泉さんが謝ったことに関して、なんかあんた分かってんのみたいなことを言ってるとこだよな。ちょい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 、あのさー、まあ他のケースがどう、他のケースよ、この榊監督がやらかした他のケース、かっこ他のケースが、どんなんか俺は知らんので、俺は石川由美様のケースのことしかわからんので、石川由美様の件だけで語るけど、お前のケースは犯罪行為じゃないよね。で、お前呼ばれして悪いけどよ、もう、お前って言って、お前のブログ読んで、お前もこれは犯罪行為ではないですが、みたいなこと書いてたよね。で、多くの、告発された多くが犯罪行為っていうのは、まあ他の人は犯罪行為なんかもしれんわな。客観的に。で、さ、ここで濁してるやん。いつもの石川様のさ、ごまかしが。俺の、もうしつこいやけど、俺のアマゾンレビューに突っ込んできた時の同じごまかしをしてるわけ。私のこ、私の件は犯罪行為ではないですけどねとは言わへんわけ、こういう場合。で、告発された多くが、多くがって、もう他の人のことを言ってるわけ。
私のことは犯罪行為じゃないですけど、うん、とは言わへんわけな、この場面で。それが石川様のやり口やね、いつもの、うん、もう手口が分かってんねん。他の人のことと自分をなんかもうここで意図的に混同させるのを意図が見え見えなわけやな。でさ、うん、で次のツイート、スレッドになってるこの次のツイート、まあ奥様に罪がないこと、うん、お連れ合いさんとか言ってけどな、まあまあ奥さんに罪がないことはもちろん分かってるんだけど、うん、なんというかで、まあここでも呆れ顔をしてるわけやな。なんかちょっと奥さんずれてませんみたいなニュアンスなんやろな。次の一行びっくりしたよ。何が起こってるか分かっているのだろうか。で次のセンテンスな、不倫とかじゃないんだよ。いや不倫です、不倫です。あなたがやった、石川様よ、あなたがやったことは不倫です。 100% 不倫です。なんか力関係がとか、権力を持った人に言われたらしょうがなくとか言おうがなんだろうが、この泉さんから見た妻の泉さんから見たら、お前は石川さんよ、あなたはブログで合意の上って 100% 言ってますよね。もう聞いへんで、それはな、もうどうか自分でも認めてるし、客観的に見ても合意なんやろ。そしたらそんなもん 100% 不倫やろうが、お前がやったことは。少なくとも他の人は知らんけどよ、石川さんがやっても何回でもこのチャンネルでも言ってるけど、お前がやったことは不倫やろうが。何不倫じゃないみたいなニュアンスとかじゃないんだよ、じゃねえわ不倫やっちゅうねん、アホかこいつは。なんでここでごまかしをしできると思ってんやろな。本気で不倫じゃないと思ってんのかな。びっくりなんやけど。いやそれなんか力関係が、監督、映画の監督っていう力を持った人に言われたから、しょうがなく行為に及んだんですっていう言い訳は、まあ言い訳としてはしたらええけど、この泉さんから見たら関係なくね、強引なの。だってだったら力関係があって、その時はしょうがないと思ったんで、ってやりたくなかったんですけどって言って、だったらやりたく、泉さんの立場から言ったら、やりたくなかったらやらんかったらいいんちゃうのって思うだけやんな。うん、何を言うてんやろ。すごいよな、こいつ。でもこいつ呼ばわりしてしまったけどさ、この人さ、本気で自分のやったことが不倫ではないとは思ってないと思うわ。なんか分かっているって言ってんやと思うわ。なんかよくある私は悪くないやね、私は悪くないにしたいんやろな、うん、心の底ではあれは不倫だよねとは思ってんねんけど、そこを突かれると痛いから、さすがに。でも不倫とかじゃないんだよって、で他の人のことと混ぜて不倫じゃないんだよ、でも混ぜんの得意やん、こういう人ら近藤ですが得意やからさ、混ぜちゃってさ、他の人はどうも、俺もちらっと一行かなんか見たけど、なんか暗がりに連れ込まれてみたいなことを見たから、うん、それは確かにまあ暴力を伴ったさ、そういう行為やから犯罪行為に当たるかもしれんけど、少なくとも石川由美様に関しては全くもう、うん、犯罪要素ゼロやからな、言っとくけどな、うん、なあ。でそれで他の人とここでごちゃごちゃにしてしまって、私の不倫行為は不倫じゃないんだよアピールをしたいんやなと俺は見た。っていうか別にここでなんか誹謗中傷とか言われるかもしれんけど、石川さんがこれ聞いたらな、いやいや、お前がやったことが不倫なことはもう 100% 客観的に俺の意見とかじゃなくって、合意の上でやったからには 100% 不倫やからな、そんなもんな、どう考えてもな。酌量の余地がちょっとあるんかもしれんとしても、そんなもんビビたるもんであってやな、
合意の上で行為に及ん、既婚者と行為に及んだんであれば、その配偶者である妻の泉さんから見たら 100% 不倫ですからね。はあ、で最後にさ、まあなんかさ、うん、警察に行くようにお話ししてくれないだろうか。言うわけないやんけ、そんなもん。あなた警察に自首しててなるかよ、そんなもん。そういう類の犯罪ってさ、なんて言うんだっけ、申告罪やからさ、うん、被害者側が訴えなさ、事件にすらならへんわけで、まあ榊監督がなんか反省してバーッと言ったところで、うん、被害者が申告しない限り事件にはできませんねってなると思うんやけど、まあフェミニスト様はそれ自体が差別やって言うんかもしれんけど、それはさ、もうこういう石川さんみたいにさ、そん時はまあ合意でやったくせに後々、うわ、あれは性暴力だって言うって、なんかそうやってさ、責任逃れとか被害者面するのを防ぐために、まあ申告罪っていうことになってるんやと思うねんけども、むちゃくちゃやなこいつ言うてくこと、ほんまにさ、ほんま。まあなんかそれに返信でもリップでもさ、まあ俺と同じような、すげえなお前どんだけ人のせいにしてんだよとか、マジですげえなって言ってる人もいるし、まあそうやな、まさにそうですよね。事件性があるなら警察の方から来るので待っていればよいっていう話やし、お前は奥さんに謝れよってな、みんなそうですよね。石川さん、あなたは泉さんに対しては何も言える立場ではないですよ。ちょっと考えて発言してください。全くその通り。みんなそう思ってるよね。これの、うん、ほんま被害者面も甚だしいつうかさ、何がしたいねんこいつは。売名すらなってへんし、ようできるよな。恥知らずも甚だしいよな、うん、こいつな。恥を知らないんですよ。根本的にさ、インスタに、なあ、見たくもないヌード写真あげたがるしさ、うん、恥知らずも甚だしいよね。そんなもんかな。まあ、っていうことですよ。また、はい、一波乱二波乱ありそうなんで、まあ、楽しみに待ってましょう。以上です。謝ったら死ぬ病気。